ちがワクワクしてキラキラしてすっごく楽しいの。歌詞もダンスもなかなか覚えられなくって。よし、プレゼントが届いてるんだって。私も見たいな。ステージのお手伝いをしてるからこそ参考になることってたくさんあるんだよ。ステージのお手伝いをしてるからさ。これでもピアノは習ってたからな。まあ、あかりが曲を作りたいって言うから作詞を任せてみると。真央がまだまだ未熟なのは分かってますから。先輩たちからいっぱい勉強してもっともっと素敵なアイドルになってみせます。真央がまだまだ未熟なの。衣装デザインも頑張ってみようかな。歌詞もダンスもなかなか覚えられなくって。よっ、大変だよね。